トトリムクは、朝鮮の伝統食品の一種で、どんぐりのデンプンを固めた食品である。ムクとはデンプンを固めたゼリー状の食品を指す。トトリムクは、高知がとぼうしく、どんぐりなど好みが豊富な朝鮮半島の山間部で、生まれた。他のムクと同様に野菜とあいたり、醤油、ごま油、人参玉ねぎ、唐辛子などを混ぜたヤンニョムジャンをかけて食すことが多い。大衆食堂では、 副食として出されることが多いが、最近では、クッパのように飯と一緒に、スープに入れた、と取り向くパプが一品料理にもなっている。もともとは、食料が不足していた時代や、飢饉の年に食べられた、休耕食物であり、食料を不足にあった朝鮮戦争の頃に広く、食べられたが、次第に、貧困の象徴として認識され需要が低下した。だが近年、健康食品として見直され、 粉末が大量生産されて市場に流通している。どんぐりはデンプンやタンパク質を豊富に含むが、同時に悪成分であるタンニンも多く含む。そのままでは食味が悪く、消化も阻害する恐れがある。したがってタンニンの適切な処理が必須である。まず、殻を剥いて内部の喧嘩を分離し、ペースト状にすりつぶし、粉末にする。 粉末を大量の水に溶かし、かき混ぜることで澱粉と繊維を分離し、ろ過する。ろ過して得られる液体ではタンが、ンが、澱粉分子中から拡散するため、澱粉の沈殿と上積みに分かれたら、上積みを捨てる。効果的にタンニンを除去するには水を何度か変える、必要がある。沈殿を乾燥させて得られた、澱粉粉末を煮詰めて容器に移し、放冷して強固し、完成する。 ありがとうございます。